おでは始まりました、ハーモニチェスチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてあやってまいりました、はい、今日はだいぶおしゃれな格好をしてますけど、去年仕事だったんでですねちゃんとした格好でまいりました、はい、各方面でちょっとブチギレまくってる YouTuber ということで、はい、もう怒ってますよ、僕はもう今日も怒ってますよ、もうガチギレですよ、もうキャストダッシュ TV の小場さんにおいでいただきました、はい、よろしくお願いします、小場翔です。いやー、やっぱりね、キャストダッシュ TV、はい、最近は、ね、出題ミスのキャストダッシュと言われて、はい、もうサブチャン言われてないですけどね、新たなサブチャンネル、はい、ね、作るんじゃないかと思って、インターンたちがもうミスばっかりされる。なるほどですね、あの別にちゃんとしたあのポテンチャンネルというチャンネルをあの1月に立ち上げましたんで、そうでした、はい、ね、そちらもよろしくお願いします、ちょっと英語と全然関係ないじゃないですけど、はい、まあ、はい、僕動画見たんですけど、ありがとうございます。やっぱ怒り足りてないなと思って、いや、まあさすがに足りてないっすねはい、いや結構控えましたね、出すの出すの、いや、まあまあ一応ね、あのボリュームもあるんで、制約もあるんであれですけど、まあでも探せばね出てくるじゃないですか。すごい多いですね、出題ミスって本当に、はい、なのでちょっと今日はそれをお話しさせていこうかなと、はい、はい、思っております。やっぱ話題になったものといえば、まあ2大でかいのがありましたね、センター試験世界史と、そうですね、あと早稲田ですね、理工の数学、はいですね。でも早稲田自体がもうやばいんじゃないかっていう。なるほど。だってあの17箇所あって学部そんなないじゃんみたいな。ということは来年の受験生は早稲田にはミスがあるぞという頭で受けに行かなければいけないという、そんなことあるかみたいな。そうなんですよ、本当にね、数学なんてね、ひどいですね。そうですね、あれね、あの、まあ、発散しちゃうんですけど、領域が普通にそのいわゆるあの理系の人なら、まあ、分かる方いると思うんですけど、描画のグラフが式入れれば出るやつがあるんで、はい、あれで大体多分確認すると思うんですよ。で入れればファーってなるんで、はいはい、おかしいだろうって。まあさすがにね、それ確認してなかったってことですからね。そうですよね。でしかも3カッコ3カッコ4が全員正解で、カッコ1カッコ2を直しちゃった受験生は結構いるみたいなんですよ。あ、なるほど、はい、ああそうか、そうです、それは痛いですね。そうだ、僕があのうちのチャンネルで出した、まあ、方の、まあ、合格体験記、不合格体験記みたいな動画の中でもあのおっしゃっていただいたのが、やっぱり結構学力の高い方だとやっぱカッコ3でおかしくなるから、テンパってカッコ1カッコ2を無理やりなんか別の、あーなるほど、当てはまるように。そうだ、そこは不正解で過去3過去4丸になってると思うみたいな。それはひどいですね。いや、それはひどいですよね。だから、まあ、だからそもそもそこで間違えるのがもうね、全員正解にしようが何しようがもう絶対不平等が起きちゃうんで、ダメだなという次第ですね。そうですよね、もうあんなクソ難しい英語の問題出してそうです、早稲田理工推しですもんね理工推しじゃない推しというか、その難しさ難易度ではね、そうですね、推しですもんね、はい、そうですね。でもやっぱ早稲田はやっぱりこうちょっとなんか僕隠蔽体質あるのかなと思ってまして、はい、この動画を撮るにあたり早稲田のですね、まとめがあったんですよ。早稲田のホームページの中にすいませんでした、すいませんでした、すいませんでしたっていうのがですね、並んでるページがあって、それをお送りしたらですね、見られないんだけどという連絡をいただいて、なんと僕らが動画撮った後にですね、そのページが消されるっていう隠蔽体質、隠蔽体質、まあ、一応回答を早稲田オープンにしてるので、その回答のページに行くとなんかこの問題は全員正解ですみたいなのが出るんですけど、まあ、ただそのまとめみたいなのはなんかうちが動画出したからかは知らないですけど、まあ、なくなりましたね、はい、調べてみたらいろんな大学が同じ状態ですね、うん、出してたのにもうないぞっていうのが結構ありますね。だからもう出してなんか1週間2週間したら下げて、まあ、なかったことにするみたいな感じあるんですかね。あ、そうですね、やっぱり、いやー、本当にね、それで、まあ、あとはまあ世界史の方は、はい、まあ、あれは、ね、まあ、そうですね、でもあれ、読めば普通に、分かるっちゃ分かるんですけどね、確かに、まあ、逆に無理やり考えれば、まあ、両方に捉えられるなみたいな、義ですね、そうあるなったんで、まあ、そうですね、まあ、あれは、まあ、確かに、この何十年やっていく中での、まあ、一回なんで、まあ、っていう気持ちは、もちろんダメですよ、ダメですけど、思いますけど、はい、早稲田とかの方がよっぽど怒りますね。そうですね、はい、まあ、実はね、慶応もすごいんです。いや、そう、慶応、まず、慶応、小学部でまず世界史、しかも2個、はい、っていうのがあったんですけど、他にもなんか先生調べてある？はい、ありましたね、今回は、薬学部。で薬学部ですね、薬学部の英語でですね、なんとですね、provide my って書いてあったんですけど、正しくは provided by でしたっていう、ね、なるほどなるほど、過去形にもなってないし、多分まあ受け身だとか、受け身か、受け身になってないし、my が by でみたいな、なんでですかね、こういうのやっちゃうんですけど、だからスペルミス、そうですよね、これまあ文章中ので出したわけなんですけど、まあだから文章中だから OK って多分なってると思うんですけど、実は文章中のミスってめっちゃ多いんです。へえ、そうなんですか。書き間違え
写し間違えみたいなのは実はですね、多分公やけにあんま出てないと思うんですけど、 SFC が超多いです。へー、 SFC、 まあそもそも英文が長いからですかね。そうですね。でしかも、はい、出題ミスというかその書き間違いミスが起こる箇所っていうのも大体ページまたぎです。あー、なるほど。なんかね、ページまたぎのところでの間違いが起こることが多いんですよ、実は。ちゃんとこう一単語一単語確認してないんですか、ね、そうでしょうね。でもそれ系のなんかなんていうんですかね、その なんか致し方ないぞセンターの世界史みたいな、まあダメなんですけど多少理解できるミスと、ちょっと要は単純に努力不足のミスありますよね。そうね。早稲田の文学部とかもですね、漢字の問題が出て本部に漢字ありましたとか、そう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 、で読んでれば分かるよねみたいな。このそうありましたがです、結構で、まあそう慶応の SFC だったら、はい、同じ年に同じ選択肢がいること結構あるんですね。へー、それはもうしょっちゅうある。そうなんですね。で答えがいるっていうのもまあ結構あるんで、まあトイックとかもそうなんですよ。トイックはほぼ毎回です。ほぼ毎回トイックが、トイックってミスあるんですか。ミスというかほぼ毎回答えは出てます、どっかに。ああ、そうなんだ。もうあのいわゆる穴埋め問題の答えは大体とかもほぼ毎回ですね。へー、まあなかった回を見たことが自分で記憶ないぐらいです。必ずリスニングやリーディングの他のパートに答えがいます。じゃあもうこれカンタロウさんチャンスじゃないですか。いや彼は勉強しないから。そう、それはもう本当で、あでもそれで今年1個出てましたね、はい、それあの全員正解かなんかにしたのがありました。そのどこの入試問題だったかな、滋賀医科大かな、滋賀医科大の編入かな、はい、編入入試かなんかで、そうですね、受験者全員に当該問題を正解扱いしたと。問題文中に正答を導く上で有利となる情報を記載していたって書いてあるんですけど、まあ、他のところに答えがいたってことです、ね、なるほどです。でそれを全員正解にした、それ全員正解にするんだと思って、それだったら、ね、うん、トイックのやつも全然やったらとんでもないことになりますけどね。そうですね、確かに。まあでもやっぱりミスがあると全員正解にせざるを得ないみたいな感じなんですかね。いやもうそんなこと言ったら SFC なんてしょっちゅう答え本文中にいますけどね。どこなんですかね、答えになるやつ、まあ、いい。だから大学側のスタンスもありますよね。ごめんなさいって言うのか言わないの か、 だから慶応の商学部も僕ちょっと怒ってて、はい、その大学として影響はないものとして影響ないと言ったってなって、はいはい、であのそのなんかお詫びのなんかPDF かなんかにもそう書いてあるんですよ、はい、うんうん、そんなわけなくないですか。ああそうですよね、影響はありますよね。だってね、入試それこそ1点とか2点で落ちたり受かったりするわけで、うん、で世界史2問じゃないですか、はい、で当然基本小学部なんで世界史以外で受けてる人もいるし、はいはい、そうですね。で当然その世界史の問題が分かってて分かんなかった人もいるわけだし、影響は絶対あるじゃないですか、はい、あります。それを影響ないって言ってるってどういう神経で言ってんだと。お、怒ってますね。いやー今のもこれオープニングの前のところから使うやつですね。いや全然使って出ていいんですけど、いやだからそのなんかちゃんとまあね、人間なんで何か失敗あるかもしれないですけど、ちゃんと謝って次ちゃんとするっていうのはやっぱこう、うん、基本的なこう仕事じゃないですか。そうですね、何でもサービスでも仕事でもそうだと思うんですけど、うん、なんか影響なかったね大丈夫っすみたいな。そうですね、それ違うだろうみたいな。それね、影響なかったってどうやって分かるんだってね。ね、いや絶対あると思うんですよね。そうそう、本当にそうですね、謝罪して、うん、ね、琉球大学今年、はい、あのパラグラフ1のメインアイディアは、うんうん、パラグラフ中の何文目に書かれてるかっていう問題が出て、はいはい、まあこれ答え2つになっちゃったんですけど、第一文も最後の文もああよくあるオッケーだってなったんですけど、はいはいはい、それね琉球大見て、まあ、謝罪があったんですけど、今後こんなことがないようにみたいなのが書いてあったんですけど、なんか、調べたら平成28年度にも同じこと言ってましたね。今後こんなようにまあ3年ぐらいこうやっちゃったみたいなことがないようにそうです、ね、同じこと言ってるってことで、まあ、そういうのがあったりとか、あと桃山学院大学は2つ Too difficult a science for っていう、はい、いわゆる Too が来た時に統治が起こるっていうのを聞きたかったけども、うん、別に2語以上の形容詞の塊なんて後ろからもかかるので、 A science too difficult for みたいなんでも OK っていうので、はい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 、そういうのが出たりとか、実はね、並べ替え問題ね、下の大学だといっぱい間違ってるよ一つにならないやついっぱいあるよ、この辺のもう分かっちゃうんですよ。あ、教授たちが英語知らないんだなっていうのが、この答えもあるよそんなのとかね。そうですよね。でも難しいですよね。なんかそのそれで能力バレちゃうっていうのがやっぱ辛いところですよね。そうですね。文教大は正答がありませんでしたですね。ああ、それは系は結構ありますね。立命館大学も数学の問題で、その
敷地を設定させてるのにその外側の値を聞いたりとか、はいはいはい、もうめちゃめちゃですね、めちゃめちゃだったりとか。でも面白かったのは、あの僕も知らなかった大学なんですけど、徳波大学っていう、はいはいはい、あの常用って書いて徳波って言うんですけど、おうおうおう、そこはなんかその選択肢が1から9なのがなぜか1から7と、1から8なのが1から7と9になっちゃって、あ、はいはい、1個なかった、はい、でしかもなんか多分他のところも間違えたかよくわかんないんですけど、試験時間を20分間延長しましたっていう、すごいなんかあの中間テストかなみたいな延長期末テストかなみたいな、延長方式延長方式、延長したからみんな大丈夫だよねみたいな、あんまないですね、多分気づいたんでしょうね、あの問題をやらせてる時に、はいはい、であのどうするって多分緊急会議になって、まあ、とりあえずあの告知をして引き続き解かせようみたいな感じだったじゃないですか。ちょっとそれだけ20分ってだいぶ長いですね長いですよね。でも面白いとって、まあ、トイックは結構リスニングで雑音が出ちゃったとかだとそれよくやります、伸ばす、あ、まあまあまあ、そうです、伸ばしてもう一回流すとかっていうのがあったりしますね、まあ、いろんなミスがありますね、うん、僕も全然知らない非常当て学園大学知ってますよ、知らないです。非常当て学園大学は選択肢の1と4が同じだったっていや、それはマジよくないですかだってそれって失礼な話ですけど、あの高校の先生の定期テストでもほぼないミスですよね。そうですね、すごいなと思って1と4ってもうめちゃめちゃ近いのにそれはやばいっすね。なんか、いや、いやでもなんか大学入試もね、なんかもうちょっとこうちゃんとしないといけないなとは思いますね。本当にいろんなのがあるんだなっていうふうにね思いますよね。あ、人の名前間違うとかもね結構あるな。某大学の30年入試はいつみといさかを間違ったっていう、まあ、そう同じ ねアルファベットにするのよくないさ、頭文字、はいはいはい、混乱するのよく起こります。作ってる側でも結構あるんですよ。確かに、まあ、歴史とかも確かなんかどっかの大学であったのが、伊藤博文だか山形有朋だかのなんか肩書きを間違えて、はい、その問題を出る時の肩書きはその肩書きもうやめてたみたいな、なんかあったと思ってて、そのとかまあね、こう手の流れですってこう作っちゃうし、その肩書きだったこと自体を間違ってないから、ちょっとその時代の専門の先生じゃないと結構間違えちゃうのかなとか思ったりしますけど、あるわけですね、いろいろあります。他面白いのありました？他はですね、いやでも大概もなんかそういうもうしょうもない系が多いですよね。ちゃんと確認をしてないっていう。そうですね、はい、まあなかなか難しい本書く側なんで、本ってどうしてもやっぱ誤植はね出ちゃうものなんで、はい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 、結構ね難しい感じです。自分がなんかこれでめちゃめちゃ攻めてておいお前みたいに言われたらはいごめんなさいってなっちゃうんでね。でもね、まあ、本と入試ちょっと違うじゃないですか。そうですね、はい、なんで入試やっぱ間違えちゃいけないなとは思いますけど ね、だから本当になんか入試問題作れない大学はもう センター共通テストで、あ、なるほど、そういう理由っていう風になってくんだろうなってちょっと感じちゃいました、うん、なんかこんだけミスがあると。なるほど、確かにそういうのありますね。面白かったとか、あとちょっと面白かったのは2018年の学習院のやつで、あれですね、本文中から抜粋したバーブ、動詞をナウン、名詞へ変化させるように指示していたけれど、その抜粋した単語が形容詞であったためそれちょっとエグいっす。回答不能であったと判断し全員正解するって書いてあって、でそこの説明をホームページで書いてあるんですけど、そこ の変化させるように指示をしていたにもかかわらずの漢字が間違ってる関係の漢じゃないですよ、かかわらずは。入試作ってる人もそのお詫びのプリント作ってる人ももうみんな間違えたと。ね、いやもうこんなこともあるんだなと思って。いやもうね、その大学行きたくなくなっちゃいますよね。いやもうそういうことだ。まあやっぱ、はい、どうですか。まあこれをね気に、まあネット時代ですからね、はい。広がっちゃいますからね。広がりますね。確実に広がるし、有名な大学だとどんどん叩かれる時代になってきてますから、まあ、やっぱりしっかりと入試問題は作っていただきたいなとは思いますね。はい、ぜひ作る側。大変だと思いますが。そうだと思いますね、はい、やっぱ限られた期間でね、大変なんだと思いますよね。そうですよね。しかも大学で確か770個ぐらいあって、まあまあ、ボーダーフリーの大学もありますけど、まあ、やっぱ試験ちゃんと作るって結構大変ですし、専門の先生いなかったりもする大変だと思うんですけど、まあ、うまくやっていただきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。今回はですね、最近起こり散らしている、小橋さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。